いやみんな、どうもこんにちは。相変わらずリーファのお尻を追いかけているクーヒロです。さあ行きましょう。なんか大型アップデート来た？来るの？ねえおいリーファ、久々だぜ。あれキリト君、何をしているの？適当にブラブラっとさ。そっちは？買い物に行こうとしてたんだ。掘り出し物のお宝でもあればいいなと思って。なんかフィリアみたいなこと言ってるな、うん、似てきてるね。まだまだフィリアさんのお宝へかける情熱にはかなわないよ。大丈夫、今日も一段と際どいブラジャーしてると思ってるよ。でも影響は受けているかな。目標に向けて強い思いを持つところとか。フィリアの特訓は剣道以外のところにも効果があるみたいだな。これはあのイベントの延長線上か。あれもフィニッシュじゃなかったんだね。今回のことでフィリアさんには返しきれないほどの恩をもらっちゃったな。だから剣道の試合で勝ってみせるんだろ。勝ってみせるのはそうなんだけど、それだけじゃない感じかな。フィリアさんに応援してもらったら負ける気がしないんだ。彼女の気持ちをいい形で受け止めることができているみたいだな。うん、前向きな力に変換できるというか、もっともっと強くなれそうな気がする。きっとリーファが成長した証だな。よし頑張ろうっと。次は絶対2人にいいところを見せてあげるんだから。最近さ、イベントが多すぎてね、どのイベントが今やってるイベントか分かんないんだよね。これマジでたまりすぎかな。ためすぎだね。たまにはあれ出さなきゃかんな。なあ、楽しみにしているよ。終わり？あれ一瞬で終わるイベント。ちょっとゆいちゃん、あ、リズベットでいいや。もうなんか誰でもいいからみたいな感じだね。いやー、こりゃー衣装変えた方がいいな。あ、和風衣装も見る？みんな見てないよねおそらくね。専用装備で、あ、そう、リズってね、鍛冶屋も使えるんだわ。こう何もしてない状態でも着替えましょうと。ほらほらほら、なんかこれ FF に出てきそうだよね、完全にね。さあイベント。あれは、おいリズ、このイベントの始まりって必ず呼びかけてよね。あら奇遇ね、どっか行くところ？いや、適当にぶらついているところだよ。そっちは？さっきと同じじゃねえか。完全にいつもキリとブラブラしてんな。買い物に行こうかなって思っていたところよ。そうなんだ、なら俺も付き合おうかな。本当？何を買ってもらおうかしら。いや、おごるって言ってないし。おい、なんでおごることになってんだよ。いや、まあしょうがねえな、クリスマスだし奮発すっか今日はな。冗談よ。さあ行きましょう。さあ何が起きるんだ今日は。何を迷っているんだ？ここにずらりと並んだハンマーよ。ハンマーか。まあ乙女チックではないけどさ。これは家事用ハンマーか。熟練度も上がってきたし、今使っているアイアンハンマーから変えようと思って。そうだな、じゃあギガントハンマーとかどう？ギガント。けどどうもここには私の熟練度に見合ったものがないのよ。当然今のよりもいいものを使うことになるんだけど、いきなり高性能のハンマーに切り替えるのもね。そっか、身の丈に合ったものをってことだな。もう少しアイアンハンマーで頑張ってみようかしら。店売りの品にいいものがないなら、それ以外を当たってみたらどうだ？それ以外とは、ドロップ品か。それ以外、探索や報酬で手に入れるってこと？でも、鍛冶用ハンマーを得られる場所なんて知らないわよ。俺だって知らないさ。でも知らないのなら、まずは聞いてみようぜ。聞いてみる？なるほど、お、鍛冶用ハンマーを入手したいんだな。久々だねアルゴね。そうなんだけど、いくらアルゴでもそんな情報を都合よくは。まあそれがご都合展開なんだよな SAO はな。あるぞ。あるんですよ。奥様、あるんですよ。え、本当？本当です。なんと今なら。詳しく聞かせてくれアル。つい最近、森林エリアのとある場所で鍛冶用ハンマーが伸長できるクエストが発見されたんだ。森で伸長か。
どんなクエスト内容か想像できないな。家事プレイヤーへのご褒美イベントみたいなもんだな。どこかで聞いたことのあるような内容だ。詳細は教えてくれないの？にゃふふ、知らずに行ってみた方が楽しいと思うぞ。アルゴがそう言うなら、とりあえず行ってみることにしましょうか。これあれか、またなんか石とか集めたりさ、ね、して、まあ、要はあのアインクラッドであったやつ。ああ、それと今使っているハンマーは忘れずに持っていくんだぞ。正直者ならばクリアは楽勝だ。ああ、そういうことね。あなたが落としたのは何々ですかみたいな感じか。金と銀、いや、ここです、ここですみたいなね。ますますわからなくなってきたな。いや、わかるでしょ。そうね、でも情報は助かったわ。はい、これ情報量よ。にゃふふ、毎度。それじゃ健闘を祈っているよ。俺なら迷わず黄金の天下をもらうけどな。アルゴに教えてもらった目的地はこの辺りだな。完全にこれ落とすタイプだな。だいぶ森の奥まで来たけど、本当にこんな場所で鍛冶用ハンマーが手に入るのかしら。あ、見てみろよリズ。はあ、これは泉かしら。でもツタが随分と生い茂っているわね。この泉が目的地ってことなのかな。もしそうならこのツタが怪しいよな。一本一本切っていく？いや、もっと分かりやすい方法があると思う。何かいる！何何何、ネズミか？気をつけろ、モンスターだ。また俺の悲鳴やらなきゃいけない、これタイプ。ツタを持つ植物型モンスター。おお、SAO といい、ツタを持つ植物型モンスターといい。あー、これシリカじゃないからな。でもな、もしかして泉を覆うツタもあいつらが原因？みたいだな。準備はいいかリズ。ええ、やってやりましょう。なんか久々の実況ってやっぱ噛むな。改めて実感するわ。はい、モンスターやられました。ええー、ウギー。はい、毎度毎度だなこれ本当にな。まあ、あのツタに絡まる。お疲れ様リズ、これで全部倒したな。一匹しかいねえじゃんっていうツッコミはもうなしだな。見て、泉を覆っていたツタが縮んでいくわ。ツタを取り除くことで姿を現した泉。考えられるのはこの泉で何かをするってことだけど、アルゴが言っていたことにヒントはないかしら。確か鍛冶用ハンマーを必ず持っていくこと、うん、それから正直者でいること、うん、泉で正直者。どこかで聞いたことないかそんな話。アルゴも言っていたわね、聞いたことのあるような内容だって。もしかして金の斧と銀の斧の話だったりして。それって泉に斧を落としたら泉の精が出てきて、あなたが落としたのはどっちだって聞かれるやつ。そうそう、うまくいけばそれらしい展開になりそうだし、試してみる価値はある気がするんだけど。でもそのためには私のアイアンハンマーを泉に落とす必要があるってことでしょ。まあ、仮に出てこなかった場合はちょっと悲しいよな。ああ、最悪俺が潜って拾ってくるからさ。嘘やろ。もうむしろ今キリトさ投げたら、これそしたらさ、金のキリトか銀のキリト出てくんじゃね。やだわ、銀髪のキリトとか金髪のキリト。わかったわ、やってみましょう。ごめんね、私のアイアンハンマー、少しの間だけ我慢してね。それ。うわ、行っちゃったよ。どう？来るか、金の天下か銀の天下。今のところ変化はないな。もう少し待ってみよう。来ない。どうしよう、何も反応なさそうよ。そんな、違ったのか。私のアイアンハンマーが。お？お？泉を見てみろよリズ。なんだなんだ、本当に来るのか。水面に光が集まってる。光が収束しているだぞ。加速しそうだな。なくし悲嘆にくれる方よ。悲嘆にくれてますよ本当にね。なんか出てきたわよ。クエストがうまく起動したんだ。私はこの泉に宿る森の精。あなたが落としたのは
このシルバーハンマーですか？お、それともこのゴールドハンマーですか？いいえ、プラチナハンマーです。これってやっぱり金の斧と銀の斧の話にそっくり。パクリじゃねえかこれただ単のパクリだ。さあリズ、正直に質問に答えないと。プラチナハンマーいけ、プラチナハンマー。わかった。私が落としたのはどちらでもありません。私が落としたのはアイアンハンマーよ。わかりました。ではアイアンハンマーをお返ししましょう。これさ、今思ったらとっても意地悪だよね。だってさ、問いに出してないもん、アイアンハンマーってね。まあそうだよね、意地悪だよこいつ。やった、ひとまず投げ込んじゃったものは戻ってきたわ。そして正直者のあなたには真剣なるシルバーハンマーと真羅のゴールドハンマーを差し上げましょう。二つとももらっちゃったよ。何これ、真剣なる、二つがつくと途端にかっこいいな。やったなリズ、一気に2本も入手したぞ。これいいの？2本もらって。ではありがたく頂戴して。もらうんだ。重い、扱いねって感じか。リズ大丈夫か？何よこれ、どんなステータスしてるのよ。すごい筋肉要求値、それに性能も。今行ける範囲の店に置いてあるものよりずっといい代物ね。これもう売った方がいいんじゃないか。どうする、リズがさ STR 極ブルして、無給金なさ、どうする。エギルみたいな腕になってたどうする。やだよな。イベントでしか手に入らない特殊なハンマーなんだろう。そうね、でもん、どうした。やっぱこの2本のハンマーはお返しするわ。おえ、だって今の私には使いこなせそうにないし、それにアイアンハンマーでもう少し頑張りたいなって思っちゃったのよね。まあリズが求めていたのは高性能のハンマーじゃなく自分の実力に見合った家事用ハンマーだもんな。今はアイアンハンマーの方が全力で仕事ができる気がする。いい選択肢だねこれね。身の丈に合ったものをか。そういうわけでこのハンマーはお返しします。もっと頑張って2つのハンマーを扱える実力になったらまた来るかもしれません。っていうのはわがままかしらね。それからハンマーが欲しいからって自分から投げ込んじゃってごめんなさい。あなたは真の正直者ですね。は？真の正直者？何か話が進んだぞ。せめてこの泉を魔物から救ってもらったお礼をさせてください。なんだ、何が起きる。あ、アイアンハンマーが光ってる。あなたの正直さに敬意を表します。それでは。消えちゃったわね。それよりリズ、ハンマーが光ったっていうのは。調べてみるわ、ちょっと待ってね。アイアンハンマーが強化されてる。お、これならいいね。ほんとか。ええ、私の理想としていた数値に近くなっているわ。はあ、意外な結末だな。これってリズが正直でいたからこそだよな。そうなのかな。何はともあれ欲しいものは手に入ったし、町に戻ってアルゴにお礼を言わなくちゃね。これさ、モニオ星ってプレミア？そんなことが起きたのか？俺っちも知らない展開だぞ。なんか声似てたよね、そんな気するよな。リズの正直さが新たな結末を導き出したんだよ。やめてよ、なんかくすぐったいじゃない。いや、なんか欲がないのっていいこと、だよね。欲があるのもいいことだけど、ないこともいいことやな。けど本当だろ。リズの家事への誠意や仕事に対する真面目さゆえってことか。そう、それが言いたかった、その真面目さ誠意さ、そういうこと。とはいえやっぱり少しもったいなかったかな。かもしれないけど、俺ならアイアンハンマーでリズに家事をしてもらいたいかな。お、このキリトの一言は重たいんじゃないか。重たいっていうか、聞くんじゃないか。そっちの方が武器に気持ちが入るような気がするからさ。
確かにそうかもね。よし、このハンマーでこれからも武器を鍛えまくってあげるわ。はい、ということで終わりですね。ちょっとリーズ行っちゃうの？このイベントは何だろう、短編では終わらない気がするけど、あのイベントがありすぎてやっぱりね、把握できできねえでござる。ちょ、ゆいちゃんもあんだよな。ゆいちゃんはワン吉？これ違うか。違うね。ゆいちゃんなんだろう。まあ、次ゆいちゃんも行ってみましょうかね。一旦ここで切っておきましょう。ちょっとクリスマスにクリームシチューを作るというね、荒技に出たんで、荒技じゃないか。煮すぎちゃうからね。焦げ丸になっちゃうからね。ということで次のパートもよろしく。